今日もうまい。よかった。彼女の名前は宮森果歩。俺の担任だった宮森かすみの実の妹だ。どうして彼女に弁当を食べさせてもらっているのかというと。あー腹減った。いらっしゃいま。あ、宮森、バイトは禁止じゃん。訳を聞けば宮森家は多額の借金を抱えているらしい。それからというもの、俺は口止め料代わりとして毎日700円で弁当を食べさせてもらっている。あのね、大倉くん、明日からお弁当持ってこれなくなったの。え、なんで？お姉ちゃんにお弁当のことがバレちゃったの。ごめんなさい。かすみちゃんに？うん、プロでもないのにお金取るなんてって怒られたの。だからそっか。 あとこれ、大倉くんから今までもらったお金返すようにって。え？大倉くん、すごくよくしてくれたのに本当にごめんね。あ、かすみちゃん。あ、こら、かすみちゃんじゃないでしょ、宮森先生。何回言ったらわかるの？それより果歩のことちょっとひどいんじゃないか。弁当くらいで目くじら立てんなよ。あんな小遣い稼ぎ認められないわ。宮森が小遣い稼ぎで弁当ずっと作ってたと思ってんのか。そうじゃなくて。ああ、いたいた。こんなところにいましたか、宮森先生。かすみちゃん。宮森先生、そろそろ今月分の利子全額入れてくれないと困るんだけど。こいつ借金取りか。あの、お話でしたら他の場所で。学校は困ります。それじゃあ困るんだよね。ちょっと、いただくもんいただいたら俺は帰りますよ。さあ早いとこお願いしますって。あの、でも今は持ち合わせが。え、ふざけてんのかあんた。返せないってんならこれから風呂屋に行くぜ。来いよ。あんたみたいな童顔マニアにはウケるんだよな。おっさん、いい加減にしろよ。いくらだ？大倉くん。ガキが払える金額じゃ。いいから教えろ。とりあえず5万だ。わかった。お、うん、払ったんだ。かすみちゃんの前からとっとと消えろ。先生、いい生徒さん持ったね。また来月伺いますよ。一体いくら借金あるんだ？大倉くんには関係ない話よ。今のお金はすぐに返すから。いらねえよ。でもなあ、借金いくらなんだ？早く教室に戻りなさい、大倉くん。なんだよ、意味わかんねえ。も、来たか。借金総額は、2000万だって。連帯保証人になったせいでかすみちゃんは親父さんの借金をそのまま背負い込んでしまった。このままだと風俗行きは確実。冗談じゃねえって、ありえねえって。俺の持ち株で総資産は1000万。こいつを倍にできれば。でもこんな短期間で。せえ、やるしかねえよ。やなきゃかすみちゃんは。お久しぶり、かすみちゃん。お久しぶりじゃないわよ。学校3日も休んで。
それで話があるって。それなんだけどさ、これかすみちゃんに。何？そこに2000万あるから、それでとりあえず借金なんとかしなよ。これは一体。金の出所は気にしなくていいよ。これは俺が株で稼いだ金だから。でもこんな大金。無利子でいいからさ。なんでうちの借金額知ってるの？あ、ぶっちゃけ探り入れた。あんな借金取りとか来るからさ、どうしても気になってさ。借金取りが目の前でかすみちゃんを風俗場に誘うんだぞ。かすみちゃんが風俗場？そんなのありえない。先生が風俗場なんてありえないから。ありがとう大倉くん。じゃあやっぱりこれは受け取れないから。受け取れないって、なんで？このままだと風俗行かされるんだろ。それでもいいのかよ。これは私の家の問題だから。大丈夫だから、大倉くんは心配しないで。でも何の根拠も。大倉くんの気持ちは嬉しいけど、ごめんね。ちょっと待てって。宮森は顔まで風俗行かされるかもしれないんだぞ。あの子は私が絶対守るから。でも先生は。ごめん、ごめんね大倉くん。耐えられるわけない。でもどうすれば、どうすれば。あ、そうか、そうだよ、簡単なことじゃないか。誰かに取られるくらいなら、この金を使って俺がかすみちゃんを買えばいいんだよ。簡単だ、簡単なことじゃないか。俺のものにしてやる。来たか。ちゃんと持ってきたんだろうな。うん。よし、いいぞ。これで契約完了だな。これでお姉ちゃんを許してください。素晴らしい姉妹愛だな。お姉ちゃんのために自分の体を俺に捧げるなんて。最低。それじゃ俺の奴隷になったことをここで宣言してもらおうが。あ、だから書いてもらった契約書の内容を読むんだ。どうしたんだ、読まないのか？それならそれで俺は構わないが、お前の大好きなお姉ちゃんの奴隷誓約書。待て。なんですか？それじゃつまらないな。どうしたらいいと思う？そんなこと言われても。そうだな、ストリップショーなんてどうだ？何を勘違いしているんだ。これはお願いじゃない、命令だ。でもふざけてんのか。俺はお前のお遊びに付き合うつもりはないんだぜ。別にお前を奴隷にしなくたって、お気に入りのおもちゃをもう持ってるんだ。似合ってるじゃないかカッホ。
帰りなさいませ、ご主人様。まあ言いつけ通りだな、旧大典をやろう。ありがとうございます。それじゃまずはメイドらしくご奉仕してもらおうじゃないか。